もしも人々が思いやりをなくしたら、地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれ、皆さんは正しい食生活を送っていますか？平成24年に市が行った健康の意識調査によれば、ほとんど毎日朝食を食べると答えた人は全体の 87.9%。 年代別で見ると10代から20代は 73.6% と、他の年代に比べて大幅に低い結果となっています。また、野菜をどれぐらい食べますかの質問に対し、毎食食べたと答えた人はわずか 36.6%。 体型別で見ると痩せ型の人よりも肥満気味の人の方が野菜を摂らない傾向にあることが分かりました。糖尿病や高脂血症などの生活習慣病予防の観点からも、野菜はしっかり食べてほしいです。オーブでは玉ねぎやキャベツなど美味しい野菜がたくさん作られています。1日3回野菜料理は食べてほしく、量は大人は1日 350g 以上必要です。毎食1皿から2皿の野菜料理を取り入れましょう。そんな中、大府市では市民の皆さんに健康な食生活を送ってもらえるよう、さまざまな取り組みを行っています。その一つが今年度新たに始めた健康を感じる弁当です。野菜がたっぷりでね、本当に健康にいいなって思います。グー市と市内飲食店がタッグを組み開発した健康を感じる弁当。不足しがちな野菜をふんだんに盛り込み、美味しく健康的なご当地弁当が誕生しました。今回のスマイルオーブは、健康を感じる弁当の取り組みについて詳しくご紹介します。今年度、市は新たに健康を感じる弁当の開発に取り組みました。市内の飲食店に呼びかけたところ、ご覧の4店舗が名乗りを上げてくれました。健康を感じる弁当の条件は次の3つです。 1. 野菜を 200g 以上使用すること。 2. 管理栄養士が監修した栄養バランスであること。 3. お店の技と知恵に健康をプラスすること。何しろ初めての取り組みなので、皆さん美味しさだとか、そういったこだわりは持って作ってらっしゃいますが、野菜が 200g だとか塩分控えめにというところをこちらでチェックさせていただきましたので、また訂正をしていただいたりとかして、より良いお弁当に仕上がったと思います。それでは改良を重ねて作られた4つのお弁当をご紹介します。愛嬌産業さんの1日分の野菜たっぷり弁当は、愛嬌産業さんの社員食堂の管理栄養士さんが考えたお弁当です。このお弁当1食でなんと1日に必要な 350g の野菜が摂れます。低カロリーでありながら大きめの豆腐ハンバーグなど、ボリュームもあり満腹感もあります。おかず畑さんのザ・おふくろの味弁当は、高野豆腐のはさみ煮やひじきんなど家庭的な味付けのお料理が詰め込まれています。和風中心ですが、野菜のトマト煮など洋風のものも入っていて、7種類もおかずが入っています。続いては JA アグリタウン元気の里すくすくが丘にあるデリカテッセン KAI。
洋風から中華までおしゃれなお惣菜が並ぶ人気のお店です。やっぱり見て美味しい、食べて美味しいっていうところ、でもやっぱりボリュームもあってお腹も満足っていう風なところで食べていただけると本当に嬉しいですね。お弁当に入っている定番のコロッケにも一工夫、かぼちゃとひじきを入れてヘルシーに仕上げています。また鶏肉もトマトで煮たり蒸し野菜を添えるなど、まさに健康を感じる弁当が出来上がりました。こういった風に細かくこの一つの料理が何カロリーだったりかっていうのなんていうのはあんまり作って終わりっていうところまでなんで、そこからカロリーがいくつだったりだったかっていうのを勉強するのが、やっぱりこういうふうな機会を作ってもらった時にやっぱりできたので、やっぱりそういうふうには自分のこれからには食べられますね。はい。市の管理栄養士とプロの料理人がそれぞれの得意分野を生かしながら、健康でしかも美味しいお弁当の開発に着手。およそ4ヶ月かけて完成したえりすぐりの健康弁当です。いただきます。そんな健康弁当、美人野菜デリ弁当を市民を代表してこちらのお二人に試食していただき、私清水が感想を伺ってきました。いかがでしたか、健康を感じる弁当。大変美味しかったですよ。このかぼちゃコロッケも美味しかったですし、こっちのこれは冬瓜でしょうかね、冬瓜とオクラも入ってたんですけど、すごく味が良くて美味しかったです。グベテラン主婦も太鼓判のお味のようです。続いては JA アグリタウン元気の里が開発した健康を感じる弁当をご紹介します。今回親子ご自演弁当ということで、新しく作りましたので、どうぞ食べていただきたいかなと思います。こちらが元気の里が作った健康を感じる弁当。おからハンバーグの入った子ども用と、野菜がたっぷり入った大人用がセットになった親子でご機嫌弁当です。大人用の弁当と子供用の弁当と同じ材料を使うことで、そうですね、特に小さなお子さんは親が食べているものは安心して食べるので、一緒っていうのはね、そう、一緒っていうところが大事なんです。そうですね、まあ、親子で、食べるというところが非常に大事で、子供さん野菜なかなか食べないと、親子で一緒に同じようなものを食べることによって子供さんも食べてくれるというところを目指して今回は弁当を作りました。このお弁当のポイントは、同じ材料で作られたおかずを親子で食べること。家族が揃って同じおかずを食べていた古き良き日本の食卓を再現しています。味付けなんかでもね、本当に薄味で、こう普通買ってくるものって濃い味が多いじゃないですか。それがやっぱりそういうことまで考えてきちっと作ってあるなって感心しました。今回ご紹介した4つの健康を感じる弁当は、6月2日に開催するイベント、オープウェルカム健康祭で、それぞれ限定50食予約のみで販売します。お申し込みはお早めに。この健康祭は口から考える体の健康づくりをテーマにしています。美しい歯と素敵な笑顔をテーマに応募した写真でハッピースマイルコンテストも行います。また歯科検診やフッ化物塗布、お子さんを対象に不思議な科学実験など20以上のコーナーがあります。お子さんから大人まで楽しんでいただけますので、どうぞご家族揃っていらしてください。いかがでしたか？今回ご紹介した健康を感じる弁当。どうぞ皆さんも毎日の食卓に野菜をたっぷり取り入れてみてください。